通称荒い猪狩状態。その相手たる強者が勝手に寝てくれている。あなたが寝てくれるなら僕は部屋を出るまでです。貴様、うわなんだ。テロだ、テロ。本当にでかい剣をつく巨人ジョ・カイオ。あまりにも早い、早すぎる決着だ。はあ、さあ多分来るとは思ってたけどよ。来るんだ。あんたさ、ほんと優しいのな。来るんだ。くったー。日本には花山薫という若きギャングがいる。束ねたトランプの一部を引きちぎるという凄まじい悪技の持ち主だが、海洋のレベルも落ちたものだ。こっちの方が調子がいいぜ。面白い、ロンが遅くられてる。最初からこうするんだったぜ。おやおや、ねえ、うわっ。動くな。100年も使ったんだ、とっかえてやんな。サンキュー。ざまみろ。え？おっと、気づいたらもう間合いだ。各海王はまだメガネをかけたままで。より早く、より早く。あ、ピンに、決着、決着。ん？ロン将軍のニックネーム、無論知ってるだろうな。ええ、もちろん。どっちが本物なんだい？父ちゃん、我が子からおもちゃを取り上げちゃいかんな。おお、一人一冊。よろしい、一人一冊やってみせ、俊生。ありがとう、父ちゃん。タクシー潰し。誤信とは倒されぬこと。おや、攻撃が来ねえな。やったー、勝ったぞとは言ってみたものの、所詮はジジイのパンチ力たかが知れとる。受けてみ。親父が逃げた。おや、この老いぼれのパンチを逃げよったか。親父、何をそんなに。これが半馬裕次郎だ。馬鹿に嬉しそうじゃないか。打ちのめされているのは100歳を超える老人だというのに。相手はキャリア140年の超武術家だぜ。僕と結婚してほしい。はあ？私と？なんで？僕の知る一番美しい女性が君だから。
いや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 、ノーノーノー。一番か一番じゃないか、それを決めるのは君ではないよ、僕です。長きキャリアで浴びた何万ダースものパンチは当然のこととはいえ、あなたの肉体を深刻に蝕んだ。でも期待せずにはいられない。あなたは人類の財産、あなたはもう十分に。助けるぞ。君は守り抜いた。君こそが勝利者だ。この英雄に早急に手当てを。なあレツ君、頼む、わしと日本に渡ってくれ。なあなあ怪我人に何すんじゃ。諦めんからだ。くたまっちめえやんの。死に勝る誤信なし。あの怪物とわしは戦った。そしてなお立っている。武が勝利したのじゃ。撃たぬのか。バキさん、私梢さんと結婚します。梢は誰のものでもない。私はバキ君の彼女。俺もそう思う。しかしそれは二人の間にだけ交わされた約束で、他の異性は一切関係ない。誰だって梢を好きになれるし、恋人にしたければ申し込んだらいい。どうしたんですか。いや、ちょっとね。すまんな、お嬢ちゃん。うわ、ごめんなさい。もう少しおしゃれをしたかったのだけれど。オロチ先生。いや、あなた。まあ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 。確かに残念なことだ。我が息子がこれほどのチキンだったとはな。とうに60歳を超え、医者から数々の病を宣告されている老人におじけづいている。帰る。やります。ここであなたとファイトする。ほう。あなたは戦士でしょ。僕と結婚してほしい。あなたはドリアンが絵を描いているとは。しかもこの絵は雨。さよう、キャンディーの絵です。どのくらいやっているのですか。あれですよ、キャンディ。あれをすべて舐め終えるまでやめません。体重もリハビリ当初より20キロは増えております。どなたですか。通るぜ。助けに来たよ。顔色が悪いようだが。ミスターシコール、返してくれないか。職員は発給なんだ。コイン1枚でも貴重なのだよ。折り曲げるどころじゃない、紙くずみたいに丸めちまってんだもの。